やってみせん。相上に了解。お任せだ。城は完全に包囲した。一気に攻め立て、落城させるぞ。戦闘より江戸に移って10年。この城は我らが庭。お簡単には落とせぬよ。それは敵増援。 敵が紛れ込んでいるとは。雪村、ここは敵地。これ式の鳥は承知の上だ。よしとるぞ。やってやんで。蓮池には憎き伊達がおりますぞ。この機に積年の恨み晴らしてはいかがかな。 進軍開始。遅れは取らん。これが乱世最後の戦だ。天下を治める軍として完全勝利を目指す。 よし、俺は自ら城に攻め入ろうと。本陣と登録の守備はテルモ殿、広い家に任せる。そうか、ならば俺は本陣近くに少々気になることがあります。お相手いたす。 城内の詰め所に伝令を頼む。行け、裏へ。やってみせる。敵増援。やってやんで。連携を取り、城内に一斉攻撃を仕掛ける流れか。 策の一つは潰せ。お見事。山犬政宗の悔しがる顔が目に浮かぶようだ。これより城内に攻め入る。策を頼む。承知。捨て狂わを焼き、敵の動揺を誘いましょう。 やってやんで。相上に了解。お任せだよ。開門。さあ、かかってこい。
強くて仁義に熱い。負けられない。わ、引くぞ。その武勇、あやかりたい。 兵を増やし、いつも江戸城は家康に言われた。いつどこの敵が現れるか分からんぞ。大丈夫、我らの勝利は喜ぶ。それに城外にお前がいる。頼む、義経。当たって砕ける。 仕掛けますよ。捨て狂はわしがかりに二の丸へ攻めましょう。遅れは開門。先には行かせんよ。おたくらにはここで消えてもらおうか。 おじさんが相手になるよ。お任せだよ。やってみせる。門をこじ開けよ。総員、勢いのまま二の丸へ流れ込め。当たって開ける。開門。 本丸は攻撃せよ。豊臣に歯向かった報いを受けさせるのだ。無防備な背中だな。武作法ながら後ろをつかせていただきます。敵増援。 強くなる。苦戦救援コン。
見事ですね。夕飛びの名だたる将を城内に引き込んだ。 色家に内容の合図を送るべし。敵増援。義経が広家を警戒しておったようだが、孤立した今ならあの者を撃てようぞ。 戦は終わっておりません。 救援要請スタイル苦戦救援コール。いや、ぬるかな。これは開門。
俺はまずいよ。直線は分が悪い。力負けしているか。 ここで果てるわけには。 天下を賭け勝負いたそう。やってみせる。天九連攻。力負けしているか。ただ進めてるような。死をもって償わせてやる。 徳川家康を捕縛した。徳川の将よ、死にたくなくば降伏せよ。